語でメールをお読みします。ラジオネームトゥーポンプさんからです。ランチタイムメール。セブンイレブンの焼きおにぎりのだし茶漬け紅鮭を紹介します。家飲みをする人が増えて、まるで居酒屋みたいになっているコンビニですが、ついに締めのメニューまで登場しています。まるで料亭のような上品な味です。あーちゃん、リスナーの皆さん、うまいランチをしっかり食べて今日も一緒に頑張りましょうというメールをいただきました。これ私気になってた商品ですね。汁物とかが入っているカップ、丸いカップがあってね、その容器に三角の焼きおにぎりと鮭、あとなんか野沢菜みたいのが入ってるんですかね。でこれでお茶漬けとして食べる、いいですね。こういう風にね、なんかおうち時間のものが増えてくると、おうち時間のご飯も楽しくなってきますよね。トゥーポップさん、またメールがあったらぜひ送ってくださいね。ありがとうございました。